平野翔&目黒蓮、広告業界が注目する二大タレントに、メメ売れ、平野売れの爆発力、ナウマンの目黒蓮が、旧ジャニーズへの逆風にもめげずに、20億円規模の経済効果を生み出していると報じられた。同じく爆売れ現象を巻き起こしているナンバーアンダーバーアイの平野翔に匹敵するレベルで、広告業界では、メメ売れ VS 平野売れのバトルに熱い視線が集まっている。目黒の経済効果については、発売中の女性自身、公文社が、目黒蓮、メメ売れ、20億円 CMO と題して報道。記事によると、目黒が今春から CM に起用されたキリンビールの新ビールブランド、晴れ風は発売から1週間で販売数量100万ケースを突破。過去10年で最速のペースで、すでに年間目標の4分の1近くを販売したことになるが、これには目黒ファンの購買力の高さが影響しているようだ。目黒はキリンの午後の紅茶の CM にも出演しているが、こちらも CM が始まった2023年6月から同12月にかけての売り上げが前年同月比 5% 増に。その他にも、目黒はイタリアの高級ブランドフェンディのジャパンメンズブランドアンバサダーを務めているが、愛用していると公言した9万円以上の財布をファンがこぞって買い求め、品切れになる現象なども起きている。